エヴァソウルは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦。ジョン・シーバトラー級護衛駆逐艦の一隻艦名は、ミッドウェー海戦で戦死し、海軍十字章を受章したジョン・トーマス・エヴァソウル中尉に、ちなむ。エヴァソウルは1943年9月15日に、テキサス州ヒューストンのブラウン造船で寄港する。12月3日に、サラ・エヴァソウルによって浸水し、 1944年3月21日に艦長 G.E. マリクス少佐の指揮下収益する。エヴァソウルはボストンを1944年5月20日に出港し、6月19日に新珠湾に到着した。ハワイ諸島で潜水艦と共に訓練を行った後、エニュエ特艦章へ戦護衛を行い、 その後、エニウェトクとマヌス島への護衛任務に従事した。8月9日に、対戦紹介のためエニウェトクへ帰還し、モロタイ島へ向かう、空母部隊の護衛任務に着く。その後も、護衛任務を継続し、10月20日のレーテワンに対する、最初の攻撃では、第77.4、1任務軍の護衛空母に随伴した。 10月25日のレーテ沖海戦で、エヴァソウルは損傷した2隻の空母を護衛し、墜落機のパイロットを救助、空母の負傷者を異常させた。その後、エヴァソウルは、両艦リチャード・エスブルと共に、第77.4、3人無軍の沈没した、護衛空母、ガンビアベート・セントローの救助されていない生存者を、捜索するよう命を受けて、捜索を継続していた。 10月28日未明、エヴァソウルはレーダーで、水上目標、移号第45潜水艦を探知した。やがて目標は先行したようだったが、エヴァソウルはソナーでも、潜水艦を探知して、攻撃体制に移ろうとしていた。しかし、そのわずか30秒後に2本の魚雷の直撃を受ける。最初の魚雷命中で15度傾いた、エヴァソウルは、 二本目の魚雷の命中で傾斜が30度になった。総員体艦が冷されて、艦の放棄が命じられ、乗組員は海中に飛び込んだ。エヴァソウルは15分で転覆して沈んでいった。直後、イオン15は浮上して、砲撃を行い、再び潜水した。5分後にエヴァソウルは、水面下で大爆発し、多くの乗組員が死傷した。 生存者はライトを照らし、その光を見つけたリチャード・エスブルは、エヴァソウルの139名の生存者を救助した。救助に手一杯のリチャード・エスブルは、近在の味方に対戦相当を要請した。付近で補給船団を護衛していたホワイトハーストは、船団を離れてイオン4 5攻撃に向かった。やがてホワイトハーストは、ヘッジホッグの連続攻撃を行って、 海中のイ45をコッパミジンにし、浮き上がってきた残骸を回収した。エヴァソウルは、第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。40名以上の乗組員が艦と運命を共にした。ありがとうございます。